はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日はまた音楽からの話題ではありませんが、皆さんも動画とか作るときには、写真を少し加工したいということはよくあると思います。僕も30代、40代ぐらいの時に、ヒューマンアカデミーのグラフィックの講師をしていた時もありまして、まあ、画像編集というのはどちらかというと得意な分野です。 そして定番のフォトショップなどはずっと使ってきたんですけれどもこの頃サブスクにもなりましたので最近はアンフィニティという低価格な e ソフトがあるのでそれを使っていましたでも今回これを買おうと思ったのは一生涯使えるということでソースネクストから1万円に対して キャンペーンが5000いくらでして、そしてなおかつ2000円のクーポンがついてきて、3980円で買えるようになったので、編集よりもこの画面のイメージというのを押したら、ストックフォトが1000万点ぐらいあるというので、 今まで Google Chrome とかで著作権フリーの画像とかを探していたんですけれども有名な 123RF という会社と提携しているようでしてこれを全て使えるということになりましたのでその画像の使い勝手も考えて購入しました超満足ですし編集もとっても楽ですそしてこのソフトにはこのように E と X という2つのバージョンがありまして E の方はプロ向けのバージョンになっていてかなり細かいところまでできますが僕はこの X の方が上級者の方でも使うのにはとっても便利だと思いますこの X を選んでおいてそして先ほどと同じようにイメージをしますただしこの検索は英語でしかできないのがちょっと難点ですでも このように押しましたら、たくさんモデルさんの写真が出てきます。Google Chrome で画像を検索するのと違って、どれも使える画像なんで、とってもいい感じがしています。例えば、このようなフォトがあるとします。これを選びまして、解像度をどうしますかというのが出てきますので、一応今回はフル HD でやってみたいと思います。そして適用を押します。 すると、このように画面が出てきます。ここで、やはり一番やりたいのは、背景の切り抜きなんかですけれども、これがとっても優秀です。この、カットアウトというところを押すと、このようになりまして、そして、AI カットアウトというのが上にありますので、もうボタンを押すだけです。するとこんなに綺麗に、 切り抜いてくれました。もう少し違うのでもやってみましょう。もう一度ホームに戻りまして、今度は女性をやってみたいと思います。じゃあ、この絵をやってみたいと思います。今度は新規ではなくて、今の編集のところに追加。こんな風に追加ができます。 もう一つ意地悪なほどの画像をやってみたいと思います。先ほどの面をやりますが、この中にかなりこう色の複雑なこういうのがありますよね。これでどのぐらいの性能があるかやってみたいと思います。はい。これもこのように追加をしたいと思います。そして、この映像ですけれども、今ロックがかかっていない状態を見まして、 そして、この左のアレンジスタイルというのを選びます。トランスフォームというのを選ぶと、このサイズを変えることができますので、これを2000ぐらいに変更します。縦横比はロックしておきます。こうやって2000にしますと、はい、こんな感じになりますが、この画像を先ほどと同じようにカットしてみます。 こんなに簡単に綺麗に切り抜きましたね。じゃあこれはちょっと横の方に移動しておきます。じゃあ次はこれでロックをかけておいて女性の方に進みます。これも2000ぐらいにしてみます。 こんな感じにしまして、同じようにカットをします。はい、サク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 できますね。こんな感じの配置にします。これもロックをかけます。そしてあと一つ。これはロックを解除しておいて動かします。 もう一度バックをこんな風景に変えてみたいと思います。どうしましょうこれぐらいで行きましょうか。はい。編集します。そうしましたら、このように来ましたが、これは一番下のレイヤーにこのようにずらしておくと3人が出てきます。そして1ですね。ちょっと建物がよく見えるような位置に、 こんな感じになりまして、そして文字なんかも簡単に入れれるようになっています、えー。ここで文字を入れればいいんですが、こんなちょっと変わったものもありますので、まあ、たくさんもないですけれども、そうしましたら、このようにいろんなテキストもありますので、こうするとテキストが入ります。ただし、これらが上にありますので、これを下に持ってきます。 はい。こんな感じでバラバラになっていますので、こういう風にしてもいいし、もしくは動かして嫌なものは先ほどからやってますようにロックをかけておいて、そして、この人はロックかかってますかかかってないですね。じゃあ、ロックをかけて、そうしまして、 全体を選択しまして、このようにロゴを移動すると。大きさも変えれる。こんな感じに作業ができます。とってもいいんじゃないでしょうかね。例えば、こうやってバックの色合いを少し変えるということなども普通にできるようになっています。 一通り写真加工ソフトとして必要なものは全てあると思っていいんじゃないでしょうか。左のツールを全部紹介するようなことはないほど便利に使えると思います。購入してインストールしてから触った時間的に言えばまだ30分も経っていないと思いますけれども直感的にできる素晴らしいソフトとそしてこの写真のストックが 一千万点使える。そしてバージョンアップも全くなく今後一生涯使えるというところがとっても素晴らしいなと感じました。キャンペーンの2千円引きというのは2022年4月の26日約半月のキャンペーンをしているところでした。尊重でした。